はい、準備が整ったようです。東京からいらしていただきましたカリエンテの皆さんにお願いいたします。大きな拍手でお願いいたします。
こんにちは、東京から参りましたカリエンテです。まずマダラオジャズ祭10周年おめでとうございます。私たち1回目はちょっと 出ませんでしたけども、2回目からなんと9年連続、9回目の出演です。とても今年もこのステージに立ててとても嬉しいです。ありがとうございます。天気も良さそうですし、しばしの間カリエンテ楽しんでいただければと思います。それでは2曲あ1曲目はストラスブルグ&、セントデニスという曲です。2曲目、はい、ハービー・ハンコックのハングアップ・ユア・ハングアップス。
ハンガックスです、ソリスト、テナサックス、杉原なっちゃん、ピアノ咲き通るババ、ババちゃん、どうでしたか？思ったように聞きましたか？やっちゃいましたか？ということです。それでは3曲目、3曲目ですね、久しぶりに私たちのバンドのオリジナルの、曲をご披露したいと思います。タイトル Express Yourself、誰が作ったと言いますと、実は私が作りました。ありがとうございます。簡単に言いますと、私たち都会人たちで、都会の喧騒を頭に描いて書いたんですけども、実はその裏でもうちょっとテンポを落とそうよ、スローライフをしようよ、優しくなろうよ、世界は平和でいつまでも演奏してようよ、ね、というような意味を込めて作らせていただきました。ちょっとせわしない曲ですけども、エクスペルス言わせて聴いてください。Thank you.
ありがとうございました。それでは、カリエンテラスト1曲、ラストの曲、始めてください。ベインバックホーム、また来年このステージでお会いしましょう。今日はありがとうございました。メンバー紹介です。ドラム、ドラク武田。
ギター、スシテナサックス、ナルちゃん、アートサックス、インコイダ、トランペット、西重岡、ピアノ、サキトール、ババ、で私、リーダーでベースの吉澤です。今日はありがとうございました。入ってない、あ、入ったかな、はい、はいはい、先日のね、はい、あのキックオフライブ、マダラオのキックオフライブ、はい、新宿の甲、はい、田さんのお店 J でも、はい、あの素敵な演奏を私も聴かせていただいたんですけれども、はい、今年初めて披露するあのオリジナルの曲、はいはい、これいつできたんでしょうか。ですね、暮れと正月の休みの時です。あ、そうですか、はい、構想何日ぐらいでできたんですか。あ、構想すぐです。あ、そうです、すごいいい曲ですね、はい、覚えるでしょ、あの、うん、あのリズムがね、ダンダンダッダッ、でもね、すり込んじゃうの勝ちだと思って。あ、そうですか。一生忘れないの曲かなと。そうですね、あの、なんかこうドラマのなんかこう、はい、早く刑事さんが 追いかけるとか、なんかこう爽やかに走るとか、そんなようなところをイメージしたんですけど、いつかちょっとあの流れるといいですね。そうですね、はい、あのぜひ皆さん、あのこの曲どこで聴けますかね、もう一回聴きたい人は。来年のマダラオです。そうですか。いや、ですね、それは相談として、今年いっぱいはあの、このライブやるときにはご披露していこうかなと思ってます。ちょっといいですか。はい、あの実はね、他にもあの私ちょっと何曲か作っておりまして、はい、またあの来年違う曲をご披露しようかなと。そうですか、思っております。 YouTube とかでは聴けないんでしょうか。あ、どうしようかな、あげちゃいましょうか。あげてください、ぜひお願いしたいと思います。あの録画もしてますんで。あ、そうですか、はい、ぜひあげていただきたいと思います。はい、今年の、まあ、はい、皆様のテーマは何だったんでしょうか。エクスペレス・ユア・セルフ、喧騒、都会の喧騒の中でも、はい、それに、負けずに押し潰されないで、はい、忘れ、大事なことを、忘れないで生きていこうよ。なるほど、優しく、平和で、平和で、これはイメージです。そうですね、永遠のテーマです。永遠のテーマね、はい、先ほどもお話しいただきましたけどね、はい、まあ、9回目ということでね、はいはい、毎年ここで顔を合わせる他のバンドの方なんかもいるかと思うんですけれども、はいはい、ね、あの、はい、コミュニケーションどうですか、他のバンドの方と。楽しいですよ。楽しいです、楽しいです、バッチリです。あの、とっても本当にこのマダラオジャズがあの取り持っていただいて、あのすごくあの輪が広がりまして、あのとてもあの喜んでおります。そうですか、はい、あの次のバンドさん、あの、はい、横山さん、オルケスタ、はい、2回目ということかな、はいはい、あのご存知ですか。あのメンバー何人か、あの仲いい方がいらっしゃいます。そうですか、はい、軽くこちらのおすすめありますかね、聞きどころみたいな。じゃあちょっとお勉強しておいてください、次回はぜひ。
そう振るんですか。ちょっとあの新しい自分たちの演奏であのいっぱいいっぱいです。あの皆様に満足をできるあの演奏をしておりますので、ここに集中しておりましたのでちょっと答えられません。申し訳ありません。ではどうも、はい、ありがとうございました。皆さん、カリエントの皆さんでした。ありがとうございます。はい、じゃあここで、ちょっとね、今年からの